皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は JR 西日本大阪東線新大阪駅行きの普通電車に乗車しています。大阪東線のすべての列車が大阪駅に乗り入れることが JR 西日本より令和4年12月16日に正式にニュースリリースされました。新大阪での廃線などから以前より噂になっていましたが、2023年3月18日土曜日の春のダイヤ改正に合わせて実施されます。大阪駅へのアプローチ方法の選択肢が増えて、利用者の利便性が向上します。また令和5年2月11日から13日にかけて東海道支線の線路切り替え工事が行われて、新大阪駅から梅北新駅までの線路がつながりました。しかしながら大阪東線の梅北新駅への乗り入れは2023年3月18日土曜日のダイヤ改正以降になります。大阪東線の梅北新駅への乗り入れはしばらくお預けになりました。大阪東線は大阪市淀川区の新大阪駅と八尾市の久宝寺駅を結ぶ JR 西日本の鉄道路線です。路線距離は 20.2km、 紀終点駅を含む駅数は14駅、期間は狭軌の 1067mm、全線複線、直流 1500V の架空電車線方式です。営業事業者は JR 西日本で、第二市鉄道事業者に該当し、整備事業者は大阪外環状鉄道株式会社で、第三市鉄道事業者に該当します。吹田市南部から大阪市南東部にかけて、大阪の東側を南北に走り、駅の多くが中心部から放射状に伸びる各鉄道路線と連絡しています。JR 大阪東線はもともと上等貨物線という貨物線を複線電化の上旅客化された鉄道路線で、開業前は大阪外環状線と呼ばれていました。大阪市上東区鴫野西5丁目にある鴫野駅に到着しました。花天駅と久宝寺駅の間の区間が2008年3月15日に大阪東線として開業しました。残りの新大阪駅と花天駅の区間は11年後の2019年3月16日に開業し、全線開業となりました。大阪市東部に敷設された上等貨物線の沿線では、1950年代からその旅客化を求める声が上がっていました。東海道新幹線の建設決定後には新大阪駅への接続を求める声が上がり、1963年3月の都市交通審議会答申に旅客化整備が盛り込まれました。しかしながら都心部は通らず、都市郊外を通る路線のため収益性の面で課題があり、工事の着工までには至りませんでした。1981年4月に国鉄が電化複線化の認可を受けましたが、国鉄の経営悪化により工事に着手できないまま民営化を迎えました。その後1992年7月に大阪府と大阪市、 JR 西日本、関西高速鉄道の4社が建設区間を新大阪久宝寺間にすることに合意しました。ところが関西高速鉄道には兵庫県など大阪外環状線と直接関係しない自治体も出資しているため、新たな第三セクターを設立することになりました。新たな受け皿として1996年11月に大阪外環状鉄道株式会社が設立され、第三市鉄道事業の免許を取得し、なんとか工事に着手しました。着工当初は全線一括開業を目指していましたが、東淀川駅付近の踏切の渋滞悪化の懸念から、新大阪花天間の工事に着手できない状態でした。そのため計画を見直し、全線一括開業を断念し、花天から久宝寺間が第一期線として2008年3月15日に先行開業しました。新大阪花天間は東淀川付近の経路を変更した上で2012年春の開業予定とされました。しかしその後 JR 西日本から新大阪から梅田貨物線を経由し、梅田北ヤード地区の梅北新駅に乗り入れる計画が発表されました。そのための計画変更などにより、新大阪から花天間の開業は2019年3月となりました。神崎川に架かる橋梁を渡りながら左側にカーブして方向を大きく転換します。神崎川に架かる橋梁を渡ると、吹田市南吹田2丁目にある南吹田駅に到着します。南吹田駅は相対式ホーム2面2線の高架駅で8両編成に対応しています。ご覧の通り左への急カーブ上に立地しており、安全確認などの面で注意が必要です。南吹田駅前後の軌道は上等貨物線の転用でなく、新大阪駅へ接続するため新設された軌道です。電車は新大阪駅に向けて南吹田駅をゆっくりと出発しました。紆余曲折を経て開業した大阪東線がいよいよ梅北新駅、大阪駅に乗り入れすることが実現します。ただ、先日線路切り替え工事が行われましたが、大阪東線の梅北新駅への乗り入れは2023年3月18日のダイヤ改正以降になります。それまでは梅北新駅への乗り入れはお預けになります。東海道支線が地下化され、特急はるかや特急くろしおが大阪駅を経由して関空や和歌山へ向かうことに関心が集まっています。そんな中で大阪東線が延伸され、梅北新駅、大阪駅に乗り入れすることにはあまりスポットライトが当たっていません。大阪東線が大阪駅に乗り入れすることで、大阪駅への新たなルートができることで利用者の選択肢が広がります。また、大阪環状線などが事故などで不通の際、迂回路線としての重要な役割を果たすことになります。それと、大阪駅へ通勤通学する方にとって、帰りが大阪駅から始発に乗車できるのもありがたいことと思われます。大阪市淀川区西中島5丁目にあり、大阪東線の終点駅である新大阪駅に到着しました。新大阪駅は大阪府内では唯一の新幹線停車駅で、新幹線や JR 在来線、大阪メトロ御堂筋線に乗り換えできます。せっかくなので、新大阪駅から特急はるかに乗車して、線路切り替え工事後の東海道支線の地下を走る光景を撮影することにしました。乗車するハローキティはるか号が到着しました。特急はるかは関西空港と関西の主要駅である京都、新大阪、天王寺を直結する便利で快適な特急列車です。淀川に架かる上淀川橋梁を渡っています。目の前には、向こう側には東海道本線下り線の外側線、内側線、手前には東海道本線の上り線の内側線、外側線が並んでいます。今渡っている淀川は琵琶湖から流れ出る唯一の河川です。瀬田川、宇治川、淀川と名前を変え、途中で木津川、桂川などの河川と合流して大阪湾に流れ込みます。現在渡っている上淀川橋梁は全長 729.3 メートルの三福線の鉄道橋です。1901年8月に上り線、1928年12月に貨物線、1939年に下り線が完成した後、幾度となく補修工事が行われてきました。淀川に架かる上淀川橋梁を渡ると、東海道本線、JR 京都線と分かれて、梅北方面へ進んでいきます。新御堂筋、国道423号の高架下を通過すると、完成した地下化された東海道支線との分岐地点に到達します。つい先日まで走行していた仮線路から右側に分離して、なだらかな坂を下っていきます。この辺りでちょうど地下へのトンネルの入り口を通過したところです。東海道支線の新しいトンネルを梅北新駅に向けて通過しています。トンネルの内部は薄暗いですが、新大阪駅方面の線路が向こう側にぼんやり見えています。今は側面の撮影ですが、2023年3月18日土曜日の春のダイヤ改正以降には、大阪東線の電車に乗車して全面展開で撮影がしてみたいです。間もなく梅北新駅に到着します。梅北新駅の営業開始は2023年3月18日の春のダイヤ改正日なので、今日は残念ながら通過します。大阪東線と特急はるかに乗車して、大阪東線の延伸事業の情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。